やっていこう。とりあえずやっとお供え物の場所の近くまで来たわね。ここは確実に目的地に向かうよ。お金の力でサイコロの数字を決めるつもり。ふふ、最終的にはお金で解決だよ。いつからそんなことを言う子になっちゃったの。昔はお金より大事なものがあるんだよって言ってたのに。それで、私が、じゃあ、お金より大事なものって何って聞いたら、ちょっと、せっかちゃんもいいでしょ。堂々と、それは愛だよ。って言ってたのに。わー、聞こえない。正直その時思ったわ。恋愛をしたこともない人がよく言うわよって。とりあえず、娘様が話してるんだから、そっちを聞こうよ。仕方ないわね。まあ、桜花の黒歴史はこれだけじゃないから、おいおい話してあげるわ。絶対に話さないで。いよいよ、うずめ様の試験ですと。頑張っていこうね、しきちゃん。でも、パート7でやっと本格的に試練が始まるのね。なんだか、緊張してきました。今のうちに試験に合格できるように、みっちり鍛えないとね。両方一度には無理ですよ。片方は桜花さんにお任せします。何か、聞いてなかったんかい。気合を入れると肩の力を抜く、のどちらかは桜花に任せるって言ったのよ。それはもちろん、脱力で。私が気合担当ですか？そうだよ、どんどん気合入れていってね。それじゃあ。熱血。熱血。気合入ってるわね。熱血。大事なことなので二度言いました。結局、桜花が気合担当ね。熱血。もういいわ。お外が暗くなりました。これが、夜というものなのですね。ゲームの世界ではやっと一日が終わったんだね。朝の挨拶は、こんにちは。いや、おはようでしょ。朝と昼を含めてたんだね。でもまあ、こんにちはでいいか。また機会があったら、ちゃんと教えないとね。それで夜の挨拶はどうする？それはもちろん、こんばんはでしょ。なるほど。こんばんは。何か、あれね。普通ね。いいの、まずは基本から、桜花がまともなこと言ってる。普段からまともなことしか言ってないよ。こんばんは。桜花さん。おはぼよ、しきちゃん。まずあんたが基礎からやり直しなさい。挨拶って、楽しいですね。そうだね。私たちも、何かアレンジした挨拶とか考えてみたらどうかな。まあ、後々ね。こんばんは。私はここで、あなた方を待ちましょう。さあ、うずめ様の試練開始よ。進学試験を受けるために3つの今のお仕事をやらないといけないんだね。うずめ様の試練が終わった時は一体パートがいくらくらいになってるのかしら。20は超えそうだね。結論、終わらない。大丈夫なの、さすがにペースを早めないと何年かかっても終わらないわよ。確かにそうだね。それじゃあ、今回は試しに、ペースを早めてみようか。はい、何かのイベントマスに止まったから見ていくよ。結構がっつり削ったわね。まあ、今回はお試しだからね。今止まったシンボルは、もののけ退治、のイベントマスみたいね。この世界にバトル要素があったんだね。もののけと戦ってみる。それはもちろん。最初の敵は山おろしっていう、もののけね。強さにって書いてあるけど、基準がわからないから強いかどうかわからないね。しきちゃんは、強そう、って言ってるわよ。怯えちゃダメだよ。思い切りいけばなんとかなるよ。どうか、正しい言葉を見つけて。最初結構難しかった。しきちゃんも手伝ってくれてるわよ。ありがとうしきちゃん、私頑張るね。次は私の名前よ。ふふ、せっかちゃんの名前なら問題ないよ。全然ダメージを食らってないわね。もしかして守備力が高いのかな？で、しきちゃんは大ダメージ受けてるわよ。どうしよう、せっかちゃん。勝てるイメージが湧かないよ。しきちゃんには悪いけど、今回の勝負は諦めるしかないわね。でも強さにっていう数字に騙されたわね。まさか強さにでここまで一方的に負けちゃうなんて。次からは、強さ1の敵だけ戦うようにしないとね。ああ、しきちゃんごめんねー。しきちゃんも私たちも、まだ経験が足りなかったわね。いつか絶対にリベンジしてやるんだからね。桜花さんの、昨日の昼食が知りたいです。ねえ、この切り返しについていけないんだけど。ちょっと、無理やりすぎたかな。
まあ、次回の課題ね。それよりしきちゃんの質問に答えましょう。私昨日何食べたかな？私が作った野菜炒めでしょ。あ、そうだったね。せっかちゃんの味付けは美味しいから、いくらでも食べれちゃうんだよね。褒めても何も出ないわよ。照れなくてもいいのに。とりあえず、しきちゃんに野菜炒めを食べたって教えるね。なるほど。野菜炒め。ちなみに桜花が得意な料理は何かしら？自慢じゃないけど、せっかちゃんより料理が得意な自信はあるよ。ほう、ズバリ得意な料理は、目玉焼きだと思ったわよ。桜花が料理しているところなんて見たことないわよ。ち、バレちゃったか。わかってて聞いたからね。わかってるなら聞かないでほしいんだけどな。ということで今回は後半からいつもと違うやり方で実況をしてみたのですが、どうだったでしょうか。次回からはこのペースでゲーム進行していこうかなと考えています。何かアドバイスがあれば、ぜひコメント欄でお願いしますね。今回はここまでです。楽しんでいただけたでしょうか。面白いと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録お願いします。他にも、パトや私たちのゲーム実況、ゆっくり茶番などの動画もやっていますので、ぜひ見ていってくださいね。それでは次回もお楽しみに。また見に来てね。さようなら。